4月9日、野田総理は今年3回目となる国家戦略会議を開催しました。議題は、日本の再生に向けた次世代の育成と活躍できる社会の形成について。人材育成は我が国の成長の鍵を握っております。今日は民間議員の皆様から大変積極的なご提言をいただきましたが、このご提言に沿いまして政府の取り組みを進めていきたいと思います。 今回、民間議員からは人材の育成・確保に向け、ご覧のような3点を柱とする提言が示されましたこれを受けて総理は、政府の取り組みを進めていくため、関係閣僚に対して4点を指示、まず1つ目は。次世代の戦略的な育成は必要不可欠であります。その戦略的な育成のため、総理から教育システムの抜本的な改革を要請。 現在の633制という教育体系や大学の統廃合などの見直し、平野文部科学大臣にその取り組み方針を5月に提出するよう指示しました。さらに、中間層の厚みを確保するため、女性の活躍が不可欠であります。このグラフは、15歳以上の人口に占める労働力人口の割合を示す労働力率です。年齢別の推移を見ると、 日本の女性は、出産・子育ての世代でくぼみが見られる、いわゆる M 字型カーブ。国際的に比較しても、出産や育児のために一旦職を離れる女性が多いことがわかります。女性が子育てをしながら働ける環境を整備するなど、女性の活躍を進めることが、社会の活力を維持するために重要になっています。浦川、古川。 両大臣を中心に関係閣僚による女性の活躍を推進する会議を設け6月までに重点課題を整理し年内に工程表を策定してほしいと思いますそして3つ目の指示世界の人材排出国として成長を続けるため古川大臣の下で革新的な技術開発などを担う人材の育成・強化に向けた具体的な工程表を 6月をめどに明らかにするよう要請しました最後4つ目の指示は社会の活力の維持に加え孤立化や貧困の連鎖を防ぐためにも自立支援は重要であります近年、失業者や非正規雇用者の増加などを背景に若年層でも生活保護の受給者が急増一方で一旦生活保護に陥るとなかなか抜け出すことができず 就労につなががっていない現状があります中間層からこぼれないようにするためのセーフティーネットを作る、落ちた後はトランポリンをするようにまた戻ってこれる、そういう社会を作ることではないかと思っていますと、先月末の講演で触れていた総理、そして今回。小宮山大臣の下で、自立支援強化と国民目線に立った生活保護の見直しを含む、 生活支援戦略の骨格を5月の国家戦略会議に報告をし、6月中に中間まとめをしていただきたいと思います今後、各大臣の下で、一日も早い日本の再生のため、人材の育成・確保に向けた方策の取りまとめを進めていきます。